はい。超育太郎です。松本さんの文春の記事読みました、ね、松本さんがかわいそう。選ぶ弁護士間違ったよね。なんか元検事だから何でもできると思ったら大間違いだと思うよね。これ、これまずいでしょ。だってどう考えても普通に。だから、要は自分たちで原告で訴えといて、訴えた、 被告になる英子さんを出廷させないように工作する。で、尾行して、えー、それを調べる。付け狙って探偵を使って。まあ、そこはいいでしょう。で、出廷しないように、その A 子さんの関係者の男性に直談判。で、それがダメだと思ったら、脅す。記事にするぞと脅す。ね。うん。で、それがダメなら、金を積むと。 いいいくら払えばいいんだってもうや、ダメだって認めてるようなもんですよ、これが本当ならね、本当なら、間違ってたらごめんなさい、だけど、本当にこんな、あのー、いいか減なことを出すのかなっていうぐらい、まあ、探偵者にも確認は取れてる、X さんが嘘を言ってるっていう理由もないし、だって会ってるのは間違いなくだい、大体弁護士が会う必要がないじゃないですか、そんなことを。 だって法廷で戦えばいいわけじゃないですか。もうこれどういや、思うのはもう私はこれはもうどうにもならないと思いますよ、これって言った。だから、松本さんが性被害を加害をやったとか、その被害、どうのこうのじゃないところの問題になっちゃってますよね、もうこれ。これって。もう。いや、これまるっきり、いや、これが嘘だって、文書の記事がこれも嘘だっていうことで、えー、言うんでしょうかね。私は、 文春の週刊誌の記事なんて、半分バイスバだなって思っているんですよ。ね。あの、嘘800。適当なことばっかり書いてるんだから、と思っているんですが、本当にそうかなって。そうだったらいいな。いや、これ、いや、テレビ復帰だとか、やれなんとかとか、ね。地上波だ。ちょっとこれスポンサー的には使えないよね。 で、結局、じゃあ、ここなんですよ、問題は。じゃあ、弁護士さんが独断でやったのか。まあ、結構な金額いただいてますからね。それは着手金で。その枠の中で自分が判断してやったのか。でも、普通で考えると、これって、うん。ねえ。普通で考えると、それはない。 それ考えると、松本さんの意向で確認とって、ここなんです私が問題のに仮に、仮にですよ。じゃあもう、勝手にやりましたっていうのかな弁護士が。松本さんは知りませんって守れるかなうん。でも仮に松本さんが言ったら、これはちょっとやめておきましょうとか。じゃ勝てない。いや惜しい。 これ漏れちゃったらダメだよね。そんな交渉の仕方でうまくいくと思ったのかな応じると思ったのかな応じないですよねそれ。うん。その中で、まあ、ある女性誌の、ね、方の名前も出てくる。登場人物が出てきちゃってる。探偵会社も名前が出てきちゃってる。ねえ。 どこどこいつか、ここで合ってるって話も出てきて、これが全部違う。多種の弁護士自体が合ってるって話なんで、これを覆すってなかなか難しいんじゃないかな。でも、こういうふうになるって予測つかなかったのかなと思うんですよ。いくらなんでも。いや、私は、これに対して、いわゆる、松本さんはやってないって言ってるんだ松本さんの信じようって言ってる方たちは、 いや、松本さんがどうこうはいいんです。でも、この現象はどう思うのかなっていうふうに思いますよね。まるっきりこれもなかったこと、違うことを捏造してるんだっていう話なのか、それとも、うん、これはこれで。だから、これはやっぱり、どうなんでしょう。まずいんじゃないんですかね。OK なんですかね。これがいいなら民事訴訟みんなこういう形になって、えー、原告引くどっちにしたって相手をこう、 じゃあ、お金がある人が、付け狙って、こう、尾行して、えー、プライベートを、あ、あ、を、探るようなことをして、どうなるんだろう。法的には許されるけど、倫理的とか、道義的には、どうかなねえ。ねえ、ね。元検事さんっていうふうにね、素晴らしい、輝かしい、実績がある。ねまさかその過去を調べていて。 いろんなことがないとは思いますけど、<laughs> なんか、懲戒とかそういう何か処分なんかあったことがないとは思うんだけど、そういうことがあると、んだよ、善科があるじゃんけって。やっぱ善科もはダメだよね。まさか、あの、途中でやめたりとか、そんなことはないとは思いますけど、やっぱり色眼鏡で見てしまうな、私も。その、もうそういうことをする奴はまたやるんだ。ね。 一回泥棒をする奴はまた泥棒をするし、嘘を尽くす奴はまた嘘をつくんだっていうふうに言われているんですね。ねやっぱそういうことをやっちゃうのね。捏造とか、なんか、証拠改ざんとか、なんか、そんな話がなければいいなって思っております。まあ話は変わりますけど、なんか逆にこれもし、だって松本さんも、 その法律がすごく明るいわけでもないですし、その分かってる、弁護士がこうやってこうやってこうやってあるんだって、あ、そうですかっていう話になって言っちゃってるけど、密に連絡を取り合って話し合ってるみたいなことを言ってたこともあるから、密に連絡取って、本人が納得して、あの、語を出したなああ。だから、最初から言ってるように、この訴訟っていうのはもう本当に良くない手じゃないんですかと。 よくないですよねこれって。ね。途中でいろんな誘導で。うん。あのーうん、この訴訟は、で、でも、訴訟することにこういう大義があるってことを言ってたけど、こうなっちゃう大義ですよね。で、ここです。さあ、ここからです。吉本興業さんはどういう見解を出すのか。だって、吉本興業全面バックアップですよね。はい。 全面バックアップですね。ということは、このことにも責任は生じるということですよね。関係ないのかなと思ったら、いや、なんかすごく、ね、張り切って、これ、吉本工業もっていう方向性なんだから、吉本工業本社としても、この訴訟のやり方、このやり方を容認しているというのか、それとも違うということは見解を求められますよね、これ。違いますかね。これは社としても容認しているか。ね、今知ったことのが 個別の総称のことなので知りませんというふうに言うのか。でも、じゃあ事実としてこれが上がった場合、会社としてはこれをどう判断するのか、どう評価するのかっていうことは問われますよね。キッズ。<laughs> ねえ。違いますかね、これは。だけど、私も浅はかな知識で言ってますけど、普通の感覚で言ったらあんまり良くないよね。だってご自身たちだって、タレントさん抱えられて、 ね。いろいろ写真バチバチ撮られて、隠し撮りされて、そういうことは嫌なわけでしょ嫌なわけでしょ嫌なわけですよねはい。ね。じゃあ、英子さんだって嫌なわけですよねここに来て。いくら、訴訟対象者だからと言って、それは良くないんじゃないですかこれを訴えてるのは松本人志さんなんで、弁護士がどうとか。 タシロさんがどうとかっていうことではなく、結果タシロさんがやられたことは松本さんがやった責任になります。そういうふうになりませんかね違うのかなかばうのかなというふうにね、思ってしまう。ね。私はそう思います。皆様はどうお感じになられたかなっていうお話です。以上です。はい、皆さん。最近チャンネル登録・高評価言ってなかったんですけど、やっぱり言わないと伸びないですね。 本当にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そうそう。実は、漫画、極道楽園、ね。極道パラダイス、第3巻、電子で出ましたよ。皆さん見てください。ね。URL 貼っときますんで。あの、電子版なんです。ね。本屋さんに行かなくてもいいですよ。あの、タブレットや携帯で見れるって、すごくお手軽で、リーズナブルになっております。そして、超駅太郎。ね。あの、これは紙の本です。ね。 裏社会から人生を守る教科書。ね。あの、こういうこと、これを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、たとえ、本当にいい方です。<laughs> ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるけども、皆さんよろしければお買い求めください。以上です。